どうするか。ここが制御室か。元議長、今すぐフェイスを止めるんだ。キース様のように器用には操れませんが、使者といえどある程度のマクロで動かすことができます。元議長の権限があれば3000機全てのフェイスをこの場所から起動できる。お前らセイラ、ギリギリの呪力でよくやってくれた。3000機のフェイスは間もなく起動する。強化様、残る9機門は強化様一人だけにございます。どうか我らの悲願、ゼレフ教のもとへの帰還を果たしてくださいませ。ああ、そなたの魂とともに必ずフェイスを止める。ゼレフのために敵を滅する。なんだこれは。どうしたの夏。この子。この声間違いねえ。悪のロギアだ。さすがに想定外だ。奴が来るとは。強大な魔に釣られてきたか、それともゼレフを追ってきたのか。反応してる。そうか、奴の狙いは END。 END を恐れている。復活の前に破壊しに来たというわけか。面白い。ナツ、時が来たようだ。イグニール、お前なら必ず END に勝てると信じている。イグニール、なんでイグニールの声が。アクノロギアは俺が何とかしよう。今まですまなかったな、ナツ。俺はずっとお前の中にいた。今は全てを語る時ではない。まずはアクノロギアを排除する。生きよ、ナツ。夢でも見てるの父ちゃん。どうなってんだこりゃ。おい、サラマンダ、あれがイグニールなのか。お前の体の中にいたってどういうことだ。知るかよ。ずっとずっと探してたのに。ふざけんな、イグニール。バカが、話は後と言ったろうに。今言え。なんで急にいなくなった。しかも俺の体の中にいただと。ガジルやウェンディのドラゴンはどこだ。777年7月7日に何があったんだ。ナツ、邪魔だ。邪魔ってなんだよ。久しぶりになったのに言うセリフか。言ったろ、積もる話は後だ。お前はお前の仕事をしろ。仕事だ。ギルドとかいうのに入っておるのだろう。俺が正式に依頼する。
END の書を奪ってこい。なんで俺がそんなことを。お前にしかできないことだからだ。それに奴は今回の騒ぎの首謀者だ。それだけで戦う理由にもなるだろう。いいか、決して本を開くな。破壊することも許さん。奴から奪うのだ。報酬は。何？当たり前だろ、ギルドで働いてんだぞ。お前の知りたいことすべてだ。引き受けた。行ってこい、ナツ。ああ、絶対約束守るよ。もうどこにも行くなよ。おう、約束だからな。燃えてきた。闇の翼アクノロギア、炎竜王イグニール、このマルドギールの計画を邪魔させるわけにはいかんぞ。策は過失修正された。滅びるのは貴様らだ、忘れられし種族よ。強化、聞こえているか。マルドギール様。ドラゴンが厄介だ。フェイスの発動を早めることにする。今は制御室にいるな。はい、しかしキースもセイラもやられ、議長を動かせる者がいません。案ずるな。起動している段階ならば発動を早めることは貴様でも可能だ。制御室の中央メインラクリマ、それに貴様自身が生体リンクするのだ。生体リンク。貴様自身がフェイス発動キーとなることでフェイスの発動を早めることができる。フェイスさえ発動すれば魔導士の無力化は無論、予想ではドラゴンの生命力も奪える。そしてマスター END が復活する。我々の勝ちだ。さあやるんだ。マルドギール様、こんな膨大な魔力とコナタの呪力を生体リンクさせたら、コナタは死にます。それがどうした。死を恐れるのか。いいえ、タルタロスの悲願成就のためなら、この命少しも惜しくはありません。全てはゼレフのために。生体リンク完了。今コナタはフェイスの発動装置と一つになった。何？何のために？あいつ合体したの。フェイスの発動を早めるためか。単純な構図になったな。コナタを殺せばフェイスが止まる。フェイスが発動した後コナタも死ぬがな。大した自信だな。自分が負けることは想像していないというわけか。いかにも、そなたはまだ知るまい。吸気冷静点強化、真の姿、エーテリアスフォーム。そなたにコナタは倒せない。コナタの呪力は今日力を出して、時間ごとに無限に力を増す悪魔。クラウトよ、早く蹴りをつけねば。厄介だな。だと、急ぐぞエルザ。分かってる。テイクオーバー。
セイラの力を使う。行く。食らいなさい。どんな手を使ってでも家族を守ってみせる。急来神。人間の通覚を強化するのだ。テイクオーバー。サタンソウルセイラ。殴っちゃおった。来てエルフマン。姉ちゃんを守る。仲間と共に歩く道を諦めた。黙れ。そなたの通覚をむき出しにした。それは風が吹くだけで体中に激痛が走る。思い出すよな、エルザ、あの地下拷問部屋を。エルザが破れるのか。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。もっと絶望しろよ、エルザ。まずは資格を奪う。次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。これがこの世で聞く最後の言葉だ。これが完全勝利だ。我が魂尽きようとも人間どもに未来はない。そなたは殺さん。死より辛い地獄を味わうがよ。このまま冥王様の人形にしてやろう。毎日毎日ゆっくり時間をかけて心と体を一部ずつもぎ取られていくだろう。羨ましいな。ほら、嬉しいだろう。嬉しいですって言ってみろよ。あ、見えたとえ何を奪われようと、私の道を照らす光は誰にも奪えない。あり、何も見えなくて何も聞こえなくて、私の中に光がある。仲間と共に歩いてきた道が私の明日を照らすんだ。恐れることはない。これしきのことは痛みのうちに入らん。
究極の痛みと友を失う痛みだ。バカな、見えてないはずだぞ。こいつエルズ、マーズ聞いてないのかしら。ミカ、キューカ、そして超覚。ただこの剣を振るうのみ。よし、何度でも行くぞ。行くぞ、ありえん。五感すべてを封じたのだぞ。さらに我が呪力にて通覚を極大に。コナタの姿は見えてないはず。コナタの声は聞こえてないはず。なぜコナタの場所が。六感七感としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで逆に別の感覚が発現したというのですか。ほう、もっと簡単に説明できるよ。エルザだから。納得。こいつ痛みは感じないのか、恐怖は感じないのか。強すぎる。妖刀紅桜。くっくっ、時間が。とどめを刺さねば。何者か。俺はイグニールの息子だ。ドラゴンの子だと。その本はもらう。フェイスも止める。ほう、だからお前をぶっ倒す。あまり調子に乗られるのも気に食わんな、人間よ。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン、お前ではない。消えよ、ドラゴンの子よ。くそ。スティング、ラグナッサー、一緒に戦おうぜ。三人なら奴を倒せる。それは明暗だ。だが断る。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。俺一人でやる。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。俺たち総竜と夏さん、
どっちが先にあいつを倒すか勝負だ。何？先にはやらせねえ、やらせねえ。